こんにちは。今回は3段目までで作るハートのモチーフを紹介します。前回と前々回で1段目までの小さなハート、そして2段目までの中ぐらいのハートを紹介しました。今回は3段目まで作る少し大きめなハートのモチーフを紹介します。編み図で説明します。1段目、2段目と編んできました。今回は3段目から紹介します。3段目は2段目まで編んだハートのモチーフに鎖編み1目を編んで、この引き抜き編みをしたところに細編みを1目編みます。そして前回2段目まで編んだ長編みのところに細編みを1目編んでから、次の長編みの頭に長編みを編みます。次の長編みの頭には長編みを2目編み入れ、次は長編みを1回ずつ編みます。そして3個目のところにまた長編みを2目編み入れ、次は長編みを1回、2回と編んで、また3個目に2目を増やします。次も長編みを1回2回編んだら、4個目の長編み2目を増やし目をします。そしてその次からは1、2、3、4、5回と1目に1目の長編みを編み入れて、次に長編みを2目編み入れます。ここがハートの中心になります。1段目で長々編みを編んで、2段目も長々編みを1目編んだところです。3段目もこのハートの中心のところは長々編みを編んで少し先を作ります。そして次からはここと同じように長編みを2目編み入れたら、次は長編み1目を1、2、3、4、5回編んで、次は長編み2目、長編み1目を2回編み、長編み2目、これを繰り返して、最後は長編み1目を編んだら、長編みの頭に細編みを編み、引き抜き編みをして仕上げます。3段目までの大きめなハートのモチーフを編みます。前回2段目まで編んだハートです。ここから鎖編み1目を編んで、その根元に細編みを編みます。そして次の長編みに細編みを1目編みます。ここですね。この長編みに細編みを1目編んだら、次の長編みの頭には長編みを編みます。針に糸をかけて、長編みの頭に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて針にかかっている2本の糸を引き抜き、また糸をかけて残りの2本を引き抜きて長編みを編みました。次はこの長編みの頭に長編みを2回編み入れます。同じところに長編みを2回編みます。そして次は長編みの頭に長編みを1回、そして次も長編みの頭に長編みを1回編みます。この長編み2目を同じところに編み入れるのを1回、長編み1目ずつを2回編む、この編み方を
編んできます。長編み2目入れるのを4回編みますので、次は2回目の長編み2目を編み入れます。これで2回目の長編み2目を編み入れました。次は長編みを1目ずつ編んで、次が3回目の長編み2目を編み入れます。同じところにもう1回長編み2目を編みます。そして次は長編み1目を1回2回編んで、次が長編み2目を編み入れます。もう1回長編み2目を編み入れます。ここから1,2,3,4,5目のところまでは1目に1目の長編みを編みます。ここからは1目に1目の長編みを5回編みます。これで3回です。4回5回そしてここは長編みを2目編み入れます。1目に2目の長編みを編み入れます。ここまでがハートの半分の位置になります。次は長々編み編んだところです。1段目2段目も長々編みを編んだところは、3段目も長々編みを1目編みます。長々編みは針に2回糸を巻いて、長々編みの頭に針を入れ、糸をかけて引き出し、針に糸をかけて2本の糸だけを引き抜き、また糸をかけて2本の糸だけを引き抜き、もう一度糸をかけて残りの2本を引き抜いて、長々編みを編みました。次はここと同じように1目に2目の長編みを編みます。1目に2目の長編みを編みます。ここから1,2,3,4,5個のここまでは長編みを1目に1目編んでいきます。1,2,3,4,5と長編みを1目に1目編んできました。次は長編みを2目編み入れます。ここは長編みを同じところに2目編み入れて、次の1、2は長編みを1目ずつです。長編みを1、長編みを2と編みます。次が1つのところに長編みを2回編み入れます。次は1目ずつの長編みです。長編みを1目ずつ編み、ここは長編みを2目編み入れます。同じところに長編みを2目編み、次は1回ずつ長編みを編みます。1目に1目の長編みを2回編んで、次は長編みを2回編みます。この1目に長編みを2回編み入れて、次は長編みを1回編んで、次の長編みには細編みを1目編みます。そして最初の細編みのこの頭に引き抜き編みをします。
これでハートの3段目ができました。形を少し整えてあげてください。3段目まででできるハートのモチーフを紹介しました。最初の1段目だけのハートのモチーフ、そして次は2段目までのハートのモチーフ、そして今回3段目までのハートのモチーフを作りました。大きさをいろいろ作ってお楽しみください。